Let's dance。今回の MDF TV はですね、パニクルのライブが2月の5日大阪ビッグキャットで行われるんですけども、そちらの、ライブを、目前に控えて、パニクルのメンバーから、そのライブに対する意気込みを、渋谷の、ライブの会場の本番前かな、もらってきたやつをちょっと一挙放送しようかなと思っています。それではその模様をご覧ください。どうぞ。どうぞってどんな感じしゃべる。どうぞってどんな感じしゃべる。今度のビッグキャットの2月5日、はい、ビッグキャットリーダーがさんと最後のライブにするんで遊びに来てください。最後のライブじゃないですね、最高のライブですね。当たり前でしょ。ラス、じゃあ森田さん、ビッグキャットのライブ、ちょっと見てる皆さんにお願いします。大阪、みんな待ってるぜ。ありがとうございます。あ、ごめん。あ、編集するから大丈夫。はい。楽しいライブをみんなで繰り広げよう。言えてない。繰り広げよう。ありがとうございます。はい。お願いします、総理さん。どこで？はい、どうぞ。Yeah, 大阪ビッグキャット。さあ、俺たち8296パニクル、楽しみに待っとけ。ヘアメイク中のてっちゃんに質問です。はい、関西の皆さんにですね、今度行われるライブの意気込みを教えてください。とりあえず影を脱出する感じでやります。わかりました。忙しいところすいませんでした。待ってます。ありがとうございます。高橋くん、はい、今度、2月5日に大阪でライブありますけども、見てくれてる人にですね、なんか一言メッセージお願いします。はい、共に楽しみましょう。頑張ります。久しぶりの大阪ですけど、大阪の皆さんに、みんな弾ける準備できてるかい。よろしくお願いします。ありがとうございました。 MDF TV をご覧の皆さん、パニクルの植木です。大阪に僕たち久しぶりにライブしに行くのでね、地元ということもあって、僕は福岡出身なんですけど、大阪で青春を過ごしてクラブとかも戻ってたんで、ね、本当に久しぶりの大阪、頑張っていこうかなと思ってますんで、皆さんぜひ盛り上がって、日常の嫌なことすべてこのライブで汗と一緒に流しちまってください。それでは大阪で会いましょう。ホルさん、はい、MDF のワークショップも2月6日やってもらえるみたいなんですけど、はい、今予約が7名来ています。まあ、何人、はい、何人入られますか。まあ20名ぐらいいけると思います。あとせめて15人、はい、あとこの倍、はい、皆さんお願いします。ナースレッスンは渋谷以来なんで多少錆びてると思いますがそこはお願いします。温かい目で見てくださいよ。はい、ということでどうだったでしょうか。皆さんもですね、2月の5日ビッグキャットでパニクル単独ライブありますんで、これはすごいですよ。本当にもう歌あり、ダンスあり、コントあり、新曲あり、まああとパニクルの中でのユニット先駆けショッパーズプリズムも出てきますからね。本当にこれ盛りだくさんの、多分3時間ぐらいあるんちゃいます、下手したら。まだ見たことない人も見たことがある人もぜひパニクルのライブ来てちょっと体感してみてはどうでしょうか。ということで MDF TV ではこのように、ダンスに関するさまざまなことをこれからもいろいろ発信していきたいと思っています。それではナビゲーションパニクルリーダーカッサンでした。それでは。